国道173号起点大阪府池田市、西本町交差点国道173号終点京都府、綾部市新綾部大橋交差点国道173号は、大阪府池田市から京都府綾部市に至る一般国道である。起点の池田市から大阪府の豊野地域である野瀬町を経由し、兵庫県では阪神北地域と丹波地域を経て、 京都府の中端地域である終点の綾部市に至る路線で大阪府と兵庫県の県境付近を主な経路としている。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過値は次の通り。現行の道路法に基づく二級国道として初回指定された1953年では大阪神戸線として指定されていた。 1958年に一級国道43号への昇格に伴って決番となり、1963年新たに指定された池田水保線に裁判された。指定当初は国道9号公転である京都府府内郡水保町が終点であったが、1975年に京都府主要地方道43号、綾部水保線を編入して終点を 綾部市まで延伸した。野瀬電鉄一の鳥居駅付近川西市、東宗の道の駅国道9号との交差京都府、船井郡京団場長。ありがとうございます。